中年オタッキーです、今日は動画の最後にね、もう目前に迫った、オタッキーの東京進出というか東京訪問の話をねやっていこうと思います。中年オタッキーに会いたいっていう方、どこに来るのとか分かってない方とかね、ぜひとも、ご視聴いただければと思います。で、今日はね前回の続きになるんですが、前回はニコン F フォトミックでコダック T-MAX100 で撮影してきて、まあ、T-MAX デベロッパーで現像したというお話をしていきましたが、今回はこのカメラ、ニコン F2 ですね。レンズは同じね、イコール SO と 50mm F1.4 で、フィルムも同じコダック T-MAX100 なんですけども、現像をね、富士のスーパープロドール SPD50% 希釈の現像液でやってみました。コダックの T-MAX デベロッパーと、まあ、どのような差ができたのか、比較の動画になってまいります。これ結構ね、自家現像してる方は注目度が高いのではないかと思います。それでは動画スタート。はい、今回久々に登場したこのニコン F2 なんですけどもね、まあ、前回の動画ではニコン F で撮影したということで、まあ、比較にはまあぴったりっていうね感じでね、まあ、使ったんですけども、この後にね、この企画の後にハーフカメラとの解像度テストもやりますんで、まあ、できればね解像度が高いカメラということで、まあ、ニコンのカメラ、ニコンのレンズを選択したわけなんですけど、で前回のね動画で、T-MAX デベロッパー標準希釈で22度現像時間7分と、いうデータをお伝えしましたが、これ厳格に言えば6分30秒ぐらいだったみたいです。だから30秒ちょっと長かったということで、やっぱり若干、露出が狂ってたみたいですね。で、まあ、見る場所を間違ってたんですね。これが慣れないフィルムの恐ろしさという慣れない現像液ですか、の慣れないフィルムということで恐ろしさということなんですけども、で今回はね富士スーパープロドール、SPD でね現像したんですけど、これもやはり間違ってまして、同じく30秒超過、20度7分でやったんですけど、20度6分30秒ぐらいがベストじゃなかったかなと、T-MAX のフィルムはまあそうなんですけど、 T76 を使って現像する時間と、SPD50% 希釈で現像する時間大体同じデータになってくるんですが、この T-MAX のデータを見るとね、6分30秒、20度だと6分30秒ってなってるんで、7分現像しちゃったんで、まあ、30秒超過ということになってくるんですね。でその30秒超過したね、現像超過した作例を紹介してまいりますが、30秒超過した割にはまあ普通の仕上がりなんじゃないかな。粒子も特に荒れてないですし、コントラストもしっかり出ております。階調もね、階調もかなり出てるように見えますね。うん、これもしかしたら30秒超過ぐらいがもしかしたらちょうど良かったのかなと。うん、階調も十分出ておりし、シャドウのね、つぶれも比較的なさめのような気がしますね。まあ、解像度出てますね、やはりね。コントラストもしっかり出ております。これはモノクロフィルムにしては結構いい仕上がりになってくるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、こんなもんだと思うけどな。T 粒子のね、まあ、フィルムとか、流状感少ないんですが、まあこんな感じでね、前回と似たようなカットもありますが、まあいい感じに仕上がって、まあ、これは成功、現像成功したのかなっていうね感じに僕には思います。もうちょっとコントラスト強い、写真を作りたいっていうことはね、イエローフィルターとかを使ってね撮影すればいいと思うんですけどね。まあローライのフィルムに比べるとコントラストは若干低めのような感じになるかな。まあ、流状感は非常にない、解像度が高い写真になっておりますね。で、これがね、ここからは前回の、
TMAX デベロッパーで現像した。もうどちらも30秒超過なんで、まあ勝負は五分五分かなと。まあ、あとはもうカメラの精度とかにもなるんですけど、まあ F フォトビックはほんのりね、シャッタースピードが遅くなってる可能性が高いので、まあここがちょっと差になってしまったかもしれませんがね、ここからはね、ニコン F フォトミック FTN で撮影した写真と、F2 で撮影した写真ね、を比較していこうと思います。現像液違いですけどね。ではここから作例です。はい、作例になっていきます。これ1枚目がね、ニコン F フォトミック、2枚目が F2 で現像液 SPD で、撮影したもの、現像したものになりますね。で、見ればわかりますが、若干ね、SPD で現像した方がコントラストが高めになっております。条件はほぼ互角だと思うんですが、これはもしかしたらカメラの精度かもしれませんね。SPD の方が黒がしっかり出ていると思います。で、こちらもそうですね、1枚目の方がやや中間色、柔らかい感じで、2枚目の方がちょっと硬い感じになっておりますね。で、この写真ではっきりわかるんですが、シャドウの潰れ具合から言うと SPD の方やはり結構潰れてると。で、この写真もそうですね、シャドウの部分がやや潰れ気味になっていると思います。でもね、まあ、そんなに大きな差はないと思うんですね。これ好みで言えば SPD の方がまあ好みかなっていう人もいらっしゃると思います。まあ、カメラの精度が完璧に合ってないとかね、現像時間がどちらも30秒オーバーとか、まあその辺はあるんですが、そんなに問題が、あるような仕上がりには見えないですね。で、まあ、前回もお話ししたんですけど、TMAX デベロッパーはね、その原液としてボトルで、まあ、液状の状態でね、まあ、売ってるわけなんですけどね。で、これをね、希釈するともう4リッターぐらいできちゃうんですね。まあ、4倍希釈、まあ、標準希釈、ね、4リッターぐらいできてしまうので、まあ、ちょっと持て余すわけなんですよ。現像タンクにね、1回に入る量がだいたい350から450、まあ、1本現像でね。で、それ使い切ろうと思ったら、10本近く現像しなきゃいけないと。で、毎月ね、その10本ぐらい現像する人だったらね、全然問題ないんですが、そんなに撮る人ってね、今いないと思うんですよね。お金かかるんでね、結構フィルム代高いですし。で、富士の方はというと、希釈前で1リッター。で、倍希釈で、まあ、2リッター作れるんですけどね、自分でその粉状のやつを溶かしてね、作るんですけど、まあ、これがね、ペットボトルに小分けとかしやすいという感じでね、で、希釈するときだけちょっとずつ、細かく出すという使い方をするね、まあ、小出しにしやすい、あと価格が安い。まあ、この辺でね、まあ、粉状なんでね、最悪、粉を半分にして半分だけ溶かすとか、そういうこともできるんですね。で、TMAX デベロッパーはその液状のボトルで入ってるんで、それ半分出したらね、もう空気入っちゃいますから、空気が入ると酸化が始まるんでね、なんですか、空気を抜いて保管しなきゃいけない。そしたらもう容器を移し替えなきゃいけないとか、もういろんなことになってくるんで、まあ、半分希釈とかね、4分の1だけ使うとか、そういうのちょっと難しいことになってくると思うんですね。つまり、使い勝手が、良くない。大量にできてしまうというのね。で、価格も若干高いということで、富士の方が使いやすいんですね。で、日本国内でね、ビッグカメラとか、ヨドバシカメラさんとかでね、通販でも買えますし、まあ通販で、TMAX デベロッパーももちろん買えるんですけど、価格が安いし、買いやすいということでね、まあ、特にその写真部とかでね、昔やってる人は、その SPD とかに慣れてる人も多いでしょうから、使いやすいということで、まあ、この TMAX100 を必ずしも TMAX デベロッパーで現像しなければいけないのかということに関しては全然違うと思います。で、D76 の、ね、現像データも出てますので、もちろん D76 で現像してもいいんですけど、SPD の 50% 希釈が D76 とほぼ現像時間が同じということを利用すれば、SPD で現像しても全然ありじゃないかと思いますね。今回のね、企画はね、もうちょっと自家現像をね、やってる方に特化
化した、まあかなりマニアックな企画になるんですが、まあそのフィルム代が上がってる、現像代が上がってる、で現像にすごい時間がかかるようになってる、まあこの辺のことを考慮すればね、自家現像おすすめできる状態になってきてると思うんですね。だって現像液がね、1リッターでね300円ぐらいなんですよ、その SPD の現像液で。今1回現像に出したらもう900円1000円取られるわけでしょ。だから1本現像したらもう元取れるぞっていうぐらいのレベルの話になってきてるんですね。まあ失敗とかね、そういうもの不安はありますが、これはもう慣れていくしかないということで、まあ自家現像するとね、あと、増減管現像とかね、いろんなことを楽しめるようになってきますので、ここはね、ちょっとこの動画を見た方、こんなこともできるんだぞということでね、自家現像ぜひ挑戦して、見てはいかがかなと思います。で、自家現像のやり方なんですけども、以前2回ほど動画にしております。リンクをね、説明欄の方に貼っておきますので、自家現像のことに興味が湧いた方はね、今回ね、リンクの方に飛んでいただいて、自家現像のやり方を、勉強していただければと思います。現像タンクはね、Amazonとかで普通に売ってます。5000円ぐらいですかね。だとダークバッグも欲しいとこですけど、ダークバッグはなくてもね、押し入れの中とかに入って真っ暗にすればなんとかね、フィルムをタンクに詰めることができると思うので、僕も以前はそれやってましたね。ダークバッグ敷いてたんで、最近はダークバッグでやってますけどね。そんなわけでね、今回はその自家現像にぜひ挑戦して、ね、そろそろ自家現像ができるようになると、フィルムローダーで長巻きフィルムを使って、安くフィルムをね仕入れるとか、そういう技も使えるようになってきますので、ね、フィルム写真をねガンガンやりたい方、特にモノクロフィルム写真をやりたい方、自家現像はね本当にね、写真の世界を広げていきますんで、ぜひともチャレンジということですね。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回はね、トップバッター津山ののりさんですね。おたきさん、こんにちは。作品投稿のコーナーに初めて投稿いたします。1500円で入手した EOS5 で津山の中山神社を撮ってきました。レンズは EF35135、 タイトルは1枚目移築された津山城2の門、2枚目は、大社作りでお願いします。視線入力プログラムポジで撮りました。富士フィルム100、プログラムポジって撮ったんですね。富士フィルム100で撮影ということですね。で、作品なんですけどもね、35135ということでね、解像度はそんなに、まあ、期待できないかなと思ってますが、そこそこに改造してますね。これ1枚目はこれ、50ミリぐらいかな、35ミリかな。で、2枚目なんですけど、2枚目はもっと改造感が高い。発色も結構いいですね、このレンズ。35135ということは多分ね、EF レンズの第一世代ぐらいのレンズになってくると思うんですけど、まだもしかしたらね、鉛、亜鉛かな、鉛かな、鉛コーティングのね、レンズコーティングの時代のレンズかもしれません。結構いい発色するんですね。安いね、コーティングにしてはいい発色をするというね、時代のレンズでありますね。はい、津山ののりさん、ありがとうございます。次が、トゥーランさんですね。おたっきーさん、こんばんは。緊急事態宣言時に家の整理をしていたら、昔撮ったリバーサルフィルムが出てきました。ステイホームで時間も持て余したので D750 に 60mm のマクロレンズを組み合わせデュープ撮影してみました。18年前の撮影の写真、1枚目ね、当時2歳の息子が初めての鯉の餌やりに挑戦し、群がる鯉にビビっています。2枚目は同じく18年前の家内と息子です。当時沖縄勤務でした。沖縄の青い空と海をバックに1枚、息子はお日様が眩しいためくしゃみをしています。フィルムはトルビ 100C です。ベルビアより安く、ベルビアにいた鮮やかさでお気に入りでよく使ってました。とか、僕もよく使ってたんですけどね。で、作品なんですけどもね、これね、リバーサルフィルムのね、ほんと全然劣化しないんですね、これがね。僕もね、リバーサルフィルム昔のやつね、この間、スキャンしましたけどね、全然劣化しない、新品同様でした。で、2枚目なんですけどね、この青のね感じがも
ものすごくいいんですが、人肌もね、ほんのりピンクに映るトレビのね、特色がよく出てると思いますね。いい写真になっておりますね。でね、今回ね、ニコン F80S で撮影していただいた作品みたいだったんですけど、これね、細かにね、データが映るんですね、F80S で。これ出てますがね、90分の1 F16、 0.0 と、これ補正値まで、 AE の補正値まで出てくるということで、 F801 ね、ちょっと探してみようかなと思います。これネガだったら反転してこれね出てくるんでしょうけどね。ただちょっと字ちっちゃいね。できればパーフォレーションのあたりにでっかく出ないかな。パーフォレーションでも穴があるから難しいか。そんなわけでね、トゥーランさんありがとうございます。次はね、ゆっこさんですね。おたきさんこんばんは。初投稿おたきさんに褒めてもらい、テンション爆上がりしたゆっこです。とても嬉しかったです。ありがとうございました。今回は、カメラをぶら下げてお散歩するときによく使うバスの中で撮った一枚です。タイトルは、次、止まります。使用カメラ、ペンタックス ME、レンズ、SMC ペンタックス M、50mmF1.7、フィルムはコダックゴールド200、よろしくお願いしますという作品なんですけどね。これ非常に分かってますね。被写体をしっかり意識できていると思います。これ結構大事なことでね。まあ、被写体をね、印象付けるためにはやっぱ被写体をしっかり意識しなきゃいけないですね。これ止まるのボタンをね、被写体に選んだんでしょうけど。まあ、これ背景はね、偶然のものになると思いますが、これ被写体を選んで、まあ、それを撮ると決めた後に今度背景を調整するっていうね、作業が必要になってくるんですけど、まあ、これはいい感じで映ってると思います。はい、ゆうこさんありがとうございます。次は山田くさんですね。中年おたきさんお疲れ様です。山田くん、すっかり秋になっちゃいましたが、今回投稿の写真は昨年の秋に撮ったものです。今年はまだちょっと紅葉してませんが、秋を感じますですね。タイトル、秋集め、カメラ、リコー XR500、レンズ、XR リケノン 50mmF2L、富岡製造ですね。フィルム、コダック、カラープラス200ということで作品なんですが、これね、秋にあるものを集めて撮った感じですね。光はまあ、そこそこにある感じかな。そこまで強くはないですが、背景をね、もうちょっとスッキリさせたかったかもしれないですけど、まあ、これはこれでいいかな。いい感じで撮られてると思います。これ真っ赤なもみじですね。本当に真っ赤なもみじに、どんぐりと松ぼっくりということで、まあ、秋に集まるものを集めたということで、秋集めてくるんですね。タイトル通りでございます。山崎さん、ありがとうございます。で、最後は、シオンさんですね。作品投稿で先日発表されたニコン Z9 を発表翌日に触りに行きました。プラザで仲良くさせていただいた店員さんの計らいで Z9 をニコン F2 で撮ってきました。50年前のフラッグシップで50年後のフラッグシップを撮る、なんだか不思議な感じがしました。もう 2枚目はプラザの近くの道頓堀です。明るく、きらびやかな大阪の街は夜でもフィルムに優しい街でした。この先の歩いて日本一周に この F2 を連れていくので、この先よろしくお願いします。また何かあったらサービスエリアにカメラを渡しに行きます。ありがとうございます。で、写真なんですけどもね、F2 で Z9 を撮ったということで、まあ、これ、試供品というかテスト用のね、Z9 でしょうけど、結構メカメカしい直線的なデザインなんですね。僕じっくり見たことなかったんですがね。で、2枚目はね、これ、引っ掛け橋から撮ったんですよね。多分、グリコの看板が映っておりますが、まあ、大阪在住したことある人にはね、馴染みの景色ですけど、僕は実際に行ったのは1回だけです。まあ、大阪に住んでたわけじゃなくてね、兵庫に住んでたんですけどね、僕の場合はね。はい、結構ね、夜でも綺麗に映っておりますね。これ、カラープラス200でシャッタースピードどのぐらいで撮ったんだろうな。まあ、絞りは開放だったんでしょうけどね。はい、シオンさんありがとうございます。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は初投稿ですね。コマモンさんですね。コマモンと申します。俺のカメラのコーナーに投稿します。先日ハードオフジャンクで購入したオリンパスシティア160というものかな、これ。CITIA160 です。
2001年発売のコンパクトフィルムカメラのようです。コンパクトさと見た目の良さに惹かれて即ゲットしてしまいました。38から 160mm の 4.2 倍ズームとのことです。秋になり紅葉の季節になりましたが、近所の公園に紅葉の落葉がありましたので背景にしてみて撮ってみました。撮影カメラはソニー α6500 とキットレンズですってことですね。で、作品なんですけど、これ非常に、色彩豊かでね、散りばめてある落ち葉の色もいいバランスなんですね。ただ残念なのがね、レンズカバーが閉まってるんですよ。できれば電源を入れたかったところから、これ多分ね、レンズのテレタンはね、天文学的に多分 F14、開放 F14 とか、暗いレンズになるとは思うんですけどね、これシティは160って言うんでしょうね、マルチ AF オートフォーカスの、これ多分ね、パッシブ、アクティブ式のオートフォーカスになっていくのかな、赤外線発射式のね、オートフォーカスになっていくんだと思います。投稿ありがとうございます。はい、今日の動画はね、やったやっちまったコーナーとかはお休みになっていきます。まあ、また投稿がありましたらね、俺のカメラももう投稿終わっちゃったんで、できましたら投稿の方よろしくお願いします。はい、でね、今日は最後にね、中年オタッキーの東京訪問のお話になってまいります。時間とかね、場所とかなんですけども、まあ、以前から申し上げておりますようにね、稲城長沼駅のね、スコープドック撮影会、あとカメラの山屋さんにね、移動して撮影するんですけども、まあ、予定としてはね、オタッキーのね、その電車、新幹線に乗車する時間がね、まだはっきりわからないっていうことで、まあ、はっきりわからないで、一応10時半ね、新神戸10時半の新幹線を予約してるんですが、仕事の終わり方によってはね、遅れる可能性もまああるんでね、時間が狂うと思うんですけどね、多少はね。で、一応予定としましてはね、10時半の新神戸発ののぞみに乗れたとすると、新横浜12時57分着ですね。で、そこから電車を乗り継いで稲城長沼駅に到着が14時ジャストの予定になっております。で、14時から14時30分稲城長沼駅で駅前のスコープドック撮影を30分ほどで、それが終わりましたらカメラの山屋さんに移動して15時からね、17時45分ぐらいまでね、カメラの山屋さんでの動画撮影と、皆さんとの交流会をやる予定になっております。まあ結構な時間ね、カメラの山屋さんにいますし、まあスコープドック撮影会ではね、私がね、カメラで撮影することも見れると思いますのでね、オタッキーを見たいとか、会いたいとかいう方はね、ぜひね、現場に来ていただければと思います。で、新幹線の乗車がね、遅れたとかね、そういう情報はツイッターでね、出していきますので、まだツイッターをフォローされてないという方は、ぜひね、ツイッターをフォローしていただいて、追っかけていただければと思います。まあね、この動画をやってなかったら、ただのね、おっさんなんですね、私ね。ただのおっさんなんですけどね。まあなんだかね、こんな流れになって東京まで行くことになりました。こんなこともね、ちょっと予想してなかったんですよ、本当にね。サインしてくださいっていうね、結構、DM とかも入ってきてますけど、サインやったことないんだな、大丈夫かな。まあそんなわけでね、東京に、お邪魔いたしますので、まあこんなおっさんでよければね、会いに来ていただければ嬉しく思います。誰も来なかったりして、誰も来ないってことはもうないんですけどね。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。ちょっと適当な感じになりましたがね、今週、東京に行く準備とかもありますので、結構バタバタしておりますので、今日の動画はこの辺で。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひともチャンネル登録お願いします。あと、高評価、コメントの方はね、ぜひぜひよろしくお願いします。この高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、コメントの方ね、返信がちょっと滞っておりますが、東京に移動するときの新幹線の中でもコメント書きますかね、返信しますかね。まあ、そんな感じで今日の動画はおしまい。また次の動画、まあ、次の動画は多分、東京からのね、ライブになっていくと思いますんで、よろしくお願いします。それではまたごきげんよう。さよなら。